僕は LA に住む大学院生。今日は土曜日ということでロサンゼルス動物園に行ってきました。チケットは22ドルで事前予約がおすすめ。アクセスはちょっと悪いです。まずはフラミンゴたちがお迎えしてくれます。なぜかわかんないんですけど、チンパンジーがすごい人気で、見ての通りすごい人だかりができてました。次は可愛いこのスノーレオパード、めっちゃあくびしてます。でもかっこいいですね。そして次は動物チャンネルでおなじみのガゼルです。よく食べられちゃってるシーン見ます。ビッグサンダーマウンテンみたいな景色だけど本物。そして僕のおすすめはこのオーストラリアエリア。コアラはやっぱり大人気。どこにいるかわかるかな、見えづらくてごめんなさい。そして僕のお気に入りの動物、ウォンバットです。超かわいい。子供のゾウもすごくかわいかったです。皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ではまた。